皆様、こんにちは。ナビゲーターの、ゆずきゆかりです。きずなあかりです。久しぶりですね、冬眠。ってやつよ。雪に埋もれてましたからね、中野はね。雪国は大変ですね。でも初乗りできたから OK ね。どこに行ったんですか？安曇野まで行ったみたい。そうでしたか。キャサリンは滝修行してたみたいね。そう、ですね。それではご覧ください。また後でね。CD ファンクだぜ。冬眠明けです。よく寝ました。いや、寝すぎ。雪がすごくて出れなかったんですよ。まあそうだけどさ。気づいたら全工事誤解凍ですね。本当は去年だけどね。今日はどこ行くんですか？誤解凍興味ないんかい。よくわからないし、怖い日なので。まあそうか。ゆかりさんに聞きましょう。だな。どうせ暇してたと思うし。ゆかりさん、お願いします。頼んだ。なんなのよ。まあ、いいわ。全工事誤解凍っていうのがあるの。7年に一度しか行われない儀式で有名に。千光寺には、絶対秘仏とされている。一方三尊、阿弥陀如来と呼ばれる、お坊さんがあるの。中央に阿弥陀如来。向かって右に観音菩薩。左に静止菩薩が並んでいるらしいの。当然直接拝むことができないんだけどね。そのご本尊と同じお姿の、前立本尊が公開されるのよ。そしてね、阿弥陀如来の右手に結ばれたりとか。本堂の前に設置されたエコー柱が結ばれるの。そのエコー柱に触れると功徳が得られるって言われているのよ。ぜひ来てね。バイク駐車場もあるわ。今度は私の番だね。ニャンパスよくわかんないけど、インターセプターが滝行に行ったみたい。ニャンパス場所は高根校長先生のいる旧木沢小学校から南の方だよ。にゃ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 。浜松にある竜王権現の滝ってとこみたい。雨を降らす竜王様がいるらしいの。なんかすごいよね。なんかす修行に最適って感じ。でもなんで行ったのかな。なんかすインターセプター教えて。にゃ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 。キャサリンです。別に自分はバイクに乗ってましたけど、雪国ライダーは大変ですね。なんでインターセプターって呼ばれてるんだ。ココロちゃん、正直よくわからないんです。どうでもいいか。まあそうですね。鬼猫とも呼ばれているみたいだが。いや、なんと言いますか。いい加減名称を統一しろ。え、自分のせいですか。当たり前だろう。気合が入ってないからだ。いやいやいや、違います。国の間、滝に打たれて出直せ。いやです。それまでにゃんこ禁止だ。それだけは、ご勘弁くださいまし。くべこべ言うな。それでも猫か。いや、人間、猫です。行きます。さっぱり意味わかんない。なあ、でも、とりあえず滝行はするのね。にゃ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 。寒いと思うけど頑張って。ニャンパス応援する。だいぶ山の中に入ってきました。もうすぐか。多分、あ、また逆方向だった。Uターンしないと。なんか毎回やってるな。趣味かなんかか。いえ、修正ってやつです。困ったもんだ。よいしょ、よいしょ。さっさと滝に行ってくれ。よし、OKです。なんか出てきそうな道だ。やめてください。そういうの耐性ないんです。龍馬のくせにか。それただの設定です。パンクは得意だぞ。え、設定ですよね。いや、心霊性。え、そういえばバイクの後ろに乗ってるの誰だ。え、じゃああれ消えた。もうすぐ駐車場かな。狭い道だからバイクだと楽だね。あったあった。あれ、インターセプターがいなくなっちゃった。ま、いいか。じゃあ滝に行こう。
さて、安曇野だ。だいぶカットしましたね。国道が工事だらけで。まあ、冬の国道あるあるですね。おい、見てみろ。アルプスですね。いやあってよかった。すごい綺麗ですね。雪が美しいな。なんかバイクでよかったと思う瞬間、まったくだな。ナポナから国道19号線できたの。でも災害復旧工事とかで、あまりいい映像が撮れなかったのよ。それにしても、美しい風景ね、いつも。観光地として安曇野は有名だけど、ツーリング先としても最高なの。雄大なアルプスを見れば、嫌なことも吹き飛ぶわよ。満足した。ちょっと走り足りないですけどね。久しぶりだから、こんな程度がいいんだよ。そうかもしれませんね。そういえばキャサリンは、どうしたかな。まあ、今頃普段の運動不足を、嘆いていますよ。そうなのか。おそらく恨みつらみを吐き出していますね。何やってるんだ、あいつは。主要らしいです。まあ、聞かなかったことにするよ。どうせ、ニャンパスー、とか言っていますね。だよな。猫になりたいんかな。化け猫ですね。違いない。ニャンパスー、どうした。元気ないぞ。いや、だって、歩き、そういえば消えたんじゃないのか。過去のことは忘れました。それより、疲れた、早く着かないかな。なんだそんなことか。簡単な方法があるぞ。え、マジですか。それでは、行くぞ。え、何を。3倍だ。ちょっと、まだまだか、6倍だ。え、何。よし、一気に10倍だ。ちょっと、自分の動きも10倍だから。文句はファンクに言え。ファンクねえ。まったく、何やってるのよ。なあ。それにしても、結構歩くんだね。頑張ったね。インターセプター。なななな。なんかスケスケの橋。ちょっと怖いね。ニャンパス、こういう橋は、人を見ちゃダメだからね。あ、とってもいい景色だよ。わあ、下見ないで。ニャンパス。神秘的。さあ、先に進みましょう。なあ。やっと着いた。私のおかげだぞ。え、あ、はい、何か。なんでもございません。心ちゃんのおかげです。わかればよい。それより滝見ましょう。おお、癒されます。マイナスイオンでお肌ピチピチ。美しさに磨きがかかりますね。滝の音も気持ちいい。豪快さの中にも繊細な音色。いや、適当に表現しただろ。バレたか。とりあえず、この映像をファンクに送るかな。そうだな。喜ぶと思うぞ。じゃあ、ポチッとな。おや、キャサリンからなんか届いた。なんですか。ま、めんどくさいからまたでいいや。いつもそうですね。で、後で見るのを忘れるってな。わらわら。キャサリンさん、ファイト。戻りました。お帰りなさい。まあまあ楽しんできたみたいに。滝も良かったですよ。今度一緒に行きましょう。ふふふ、そうね。でも、こっちの景色もいいですね。空気が澄んでいるからなおさらよ。お山の上に雪があります。まだ春には早いからね。ツーリングシーズンはこれからだね。そうよ。今年もいろいろ行こうね。もちろんです。やっとバイク乗れたみたいですね。ああ、今年は大雪だったからな。実に3ヶ月以上冬眠したよ。気温も低かったです。さあ、今年の目標は。遠くに行きたいです。遠征だな。それとキャンプ。で、初めに基礎でキャンプするか。そうですね、最初は慣れた場所がいいです。よし、次のツーリングは決まったな。楽しみです。ところで、なんだ。滝良かったでしょ。滝、何の話だ。え、まさか。なんかの修行してたんだろ。見てないんかい。それに後ろの人誰だ。じゃあ、なんだあいつ。2022年の始まりね。今年もいろいろあるけど、そうね。でも、より良くなっていくわ。信じましょう。もちろん、千光寺御開帳と御柱、
制約のある中だけど、ぜひ遊びに来てください。あと、サブチャンネルもよろしくお願いします。いろいろ忙しいわね。そうね。さて、そろそろ終わりね。それでは皆様、最後まで見てくれてありがとう。これからもよろしくね。またね。バイバイ。